トベ、莫大な資金力で中国市場を接見滝沢秀明の金脈はどこにあるのか日本の未来はトベが握る。滝沢秀明、世界を股にかけたエンタメ帝国建設へ。滝沢秀明氏。かつてはジャニーズ事務所の舞台裏でその手腕を発揮し、アイドル育成のキーパーソンとして活躍した人物。 彼がジャニーズ事務所を去り、新たに立ち上げたエンターテインメント事務所、トベ。その動向は、多くのファン、関係者、そしてメディアの注目を集めてきました。設立からわずか1年足らずで、所属アーティストを次々と海外の舞台に送り出し、グローバルな展開を加速させているトベ。そこには、滝沢市の戦略的なビジョンと、 ジャニーズ時代に培った経験と人脈が色濃く反映されていると言えるでしょう。近年、K-POP アイドルの国際的な活躍が目覚ましいですが、日本のエンターテインメント業界も新たな潮流に乗り出そうとしています。その先陣を切るのが滝沢氏率いる戸部と言えるかもしれません。特に注目すべきは中国市場への積極的なアプローチです。 中国は世界最大の人口を抱え、エンターテインメント市場も急速に成長しています。ジャニーズ時代から中国には多くの熱狂的なファンが存在していました。滝沢氏はこの巨大なマーケットの可能性に着目し、トベの戦略的な武器として活用しようとしているのではないでしょうか。それを象徴するのが滝沢氏自ら中国の SNS、 ウェイボに登場し、中国ファンとの交流を深めていることです。ジャニーズ時代にはメディアへの露出を控えていた彼が、中国のファンに向けて積極的に情報発信している姿は、大きな変化と言えるでしょう。中国最大の音楽フェス、ジェングルゥストロベリー・ミュージック・フェスティバルに所属アーティスト IMP が出演した際も、滝沢氏自身も現地入りし、 その様子がウェイボに投稿され大きな話題となりました。ファンを大切にし直接コミュニケーションを取る姿勢は中国市場への本気度を示すものと言えるでしょう。トベの海外展開は単なる事務所の拡大戦略ではありません。そこには滝沢市のエンターテインメントに対する明確なビジョンが見て取れます。彼はジャニーズ時代、 裏方としてアーティストの育成やプロデュースに携わり、エンターテインメント業界のノウハウを蓄積してきました。その経験と、ジャニーズ事務所を飛び出したことで得た自由な発想が融合し、トベ独自のスタイルを生み出していると言えるでしょう。所属アーティストの多くはジャニーズ事務所出身であり、すでに高いパフォーマンス力とファン層を持っています。しかし、トベは彼らを単に、 ジャニーズ出身という枠にとらわれず、それぞれの個性を最大限に引き出す戦略をとっています。海外の音楽フェスへの出演はその恒例であり、グローバルな舞台で活躍できるアーティストを育成しようという明確な意図が感じられます。トベの快進撃は日本のエンターテインメント業界に新たな風を吹き込んでいます。滝沢市の挑戦は、 単なる事務所の独立という枠を超え、新たなエンターテインメントの形を模索する挑戦と言えるでしょう。彼の行動は既存の枠にとらわれず、常に新しい可能性に挑戦することの大切さを教えてくれます。それは若い世代にも大きな刺激を与え、夢を実現するために一歩踏み出す勇気を与えるのではないでしょうか。しかし、トベの未来はまだ未知数です。 グローバル企業として成長していくのか、アーティスト主体の事務所であり続けるのか、その道筋はまだ明確ではありません。滝沢市の次なる戦略が、トベの未来を大きく左右することでしょう。そして、その未来は、日本のエンターテインメント業界全体の未来にも影響を与える可能性を秘めているのです。トベの挑戦は始まったばかりです。 滝沢氏の手腕と所属アーティストの才能がどのような未来を描き出すのか、これからも目が離せません。彼の挑戦は私たちに多くの問いを投げかけます。日本のエンターテインメントは今後どのようにグローバル化していくべきなのか新しい才能はどのように発掘され育成されるべきなのか戸部の動向は これらの問いに答えるヒントを与えてくれるかもしれません。私たちは、トベの挑戦を見守りながら、日本のエンターテインメントの未来について、共に考えていく必要があるのではないでしょうか。トベの躍進は、日本のエンターテインメント業界に新たな光を投げかけているのと同時に、いくつかの課題も浮き彫りにしています。一つは、 グローバル化に対応できる人材育成の必要性です。海外で活躍するためには、語学力はもちろんのこと、異文化理解やコミュニケーション能力も必要不可欠です。戸部は、所属アーティストに海外での活動機会を与えるだけでなく、グローバルな舞台で活躍できる人材育成にも力を入れる必要があるでしょう。もう一つの課題は、 日本のエンターテインメント業界全体の意識改革です。長年、日本のエンターテインメント業界は国内市場中心のビジネスモデルに偏っていました。しかし、K-POP アイドルの国際的な成功は世界を舞台にしたビジネス展開の重要性を改めて示しています。飛べの挑戦をきっかけに、 日本のエンターテインメント業界全体がグローバルな視点を持つことの重要性を認識し、新たなビジネスモデルを模索していく必要があるでしょう。とべは、滝沢市の卓越したプロデュース能力と、所属アーティストの魅力によって、短期間で大きな成功を収めました。しかし、真の成功は、一過性のブームで終わるのではなく、 長期的な視点で持続可能なビジネスモデルを確立することです。そのためには人材育成、海外市場開拓、ブランド戦略など多岐にわたる取り組みが必要となります。戸部の挑戦は日本のエンターテインメント業界に新たな風を吹き込み大きな変化をもたらす可能性を秘めています。しかし、その未来は 滝沢氏や所属アーティストだけの努力で切り開けるものではありません。ファン、関係者、メディア、そして社会全体が、トベの挑戦を理解し、応援することで、日本のエンターテインメントの未来は、より明るいものとなるでしょう。滝沢氏がジャニーズ事務所を離れてから今日に至るまで、彼の行動は常に注目を集めてきました。それは、 彼が日本のエンターテインメント業界に大きな影響力を持つ存在であると同時に、常に新しい挑戦を続け、周囲に刺激を与え続けているからでしょう。トベの未来がどうなるのか、それはまだ誰にもわかりません。しかし、滝沢氏の悪なき挑戦心と、所属アーティストの才能が、日本のエンターテインメント業界に新たな時代を切り開くことは間違いありません。 私たちは、トベの挑戦を見守りながら、日本のエンターテインメントの未来について、共に考えていく必要があるのではないでしょうか。